はい、キャプテン浩二でーす。おはようございまーす。今ね、朝の出荷から帰ってきました。今日はね、週末前のね、平日、金曜日になりまーす。相変わらずね、セミがうるさく鳴いております。うちのね、花壇のね、花をちょっと見ましょうかね。こんな感じでね、色とりどりの花が咲いておりますね。名前は知らないけれどもね、これなんかね、黄色とピンクと赤でね、すごく可愛い花が咲いております。暑いな。これは何だろうね。もう枯れかけてますね。こっちもね、ピンクの花がたくさん咲いておりますね。これはね、なんとかひまわりというね、ミニひまわりっていうかな。もう枯れかけてますけどもね、すごくね、綺麗な花ですね。ミニひまわりっていうかな。もう枯れかけてますけどね。同じことを2回も言いますけども。これね、切ってね、水差しにね、刺してね、飾るのもいいんですね。家の中にね。すごくね、鮮やかな、綺麗な花になります。名前ほとんど知らないけどね。そしてまたね、こっちにもね、道出て、この辺にもね、ピンクの花が咲いております。アジサイの花はね、もう剪定してね、ちょっとね、毎年ね、すごくね、咲きすぎるので、ちょっとね、あんまりね、咲いてもね、手入れが大変なんでね、ちょっと来年は、ちょっと少なくね、しております。これもね、剪定次第でね、アジサイの量をね、変化させること、少なくすることもできますしね。で、この辺もね、こまめにね、草刈りをやっていかないと、もう雑草、どんどんね、つるがね、こんな感じでね、つるがね、木にまとわりついてね、大変なことになります。向こうの方とかね、電線にもう当たってますね。電線に当たってますんで、あれもちょっと、なんとかしないといけないんだけども、うちの山でではないのでね。はい、それではね、今日もね、ちょっと暑いですけども、ちょっとだけね、動画撮ります、ラジコンのね。お仕事がね、ちょっと忙しくなってきておりますね。学生さんがね、新学期に入って、るんでしょう。いろいろとね、消耗品がね、Amazon、僕が出品してる Amazon で商品がね、いろいろ売れてきだしておりますので、お仕事忙しくなってきました。でもね、できるだけね、ラジコンの動画は撮っていきたいと思います。はい。ちょっとね、こちらのね、電動カーをね、今日やろうと思ったんですけども、もうちょっとね、このランチャーストラトスやって、いきます。引っ張ってね、ちょっとね、ランチャーストラトスの動画をね、できるだけね、たくさん撮っていきたいので、やっていきたいと思います。すみませんけども、お付き合いください。よろしければ。僕ね、電動カー2台と、あとトイラジも持っておりまして、そして、あと、エンジンカーが3台あります。それね、順番にね、撮影していきますのでね。はい、今日はね、ダンパー、リアダンパーをちょっと、先日ね、車高を下げたんですけどもね、車高を下げて調整したんですけども、リアダンパーをちょっとね、また、やっていこうかなと思います。
こんな感じでね、わかりますかね、ダンパーのね、あれが、ネジがね、ちょっと奥まで入ってるんで、見えますかね、これですね。こっちから見るかな。ちょっと待ってね。はい、こんな感じで、ダンパーまだ効いておりますけれども、車高がだいぶ下がりましたけどね。これをちょっと外してまたね、もうちょっと車高を下げてね、行こうかなと思います。フロントダンパーもね、後でちょっと、やりますが。はい、今からね、ちょっとね、取っていきます。ナットをね、今取っております。また。ちょっと奥まで入れすぎたな。なかなか取りにくいね。はい、もう取れますね。反対側ね、見えますかね、反対側もちょっと緩めて、よし、はい、見えてますでしょうかね。ダンパーの調整ですね、車高の調整ですね。よいしょ。バネはね、もう一番上までね、行ってますのでね、これ以上、これ緩めたらね、バネが伸びきったところで締めるわけなんですけども、ちょっと待ってね、ちょっとナットを取ってからにします。もう取れますのでね、取れました。そしてオーリングを取って、これもしっかりついてるな。はい、オーリングを取ってですね、どこ行った？見えるかな？見えてますかね？ちょっと待ってね、オーリングを取って、はい、先日ね、チューブをね、この中に差し込みましたが、これがもうよじれてる。できたらね、これチューブじゃなくて、今ね、ストローのね、ストローがあるんですね。刺すのね、ストローがあるんで、それ、100均に行ったらね、売ってるんで、それを買ってね、ちょっと切って入れようかなと思います。はい、こんな感じでね、ダンパー今、伸びきってる状態ですので、これを、車高下げなくてもいいか。このまま行きましょうかね。はい。車高をちょっと上げて、走行させてみますね、最初ね。車高を上げた状態で、まあ、いずれはね、下げますけどね、ストリート仕様に、公道仕様にしたいのでね、アスファルトで走らせるために、車高は別に下げても別に問題ない。その代わりバネがね、ダンパーが効かなくなりますので、とりあえずどんなもんかね、バネを、ちょっと効かせる方向でやりたいと思います。ちょっとオーリング入れてね、
そしてこんな感じで、見えますかね。見えておりますでしょうか。ちょっとアップにします。こっちから見えるかな。はい、ちょっと見とってくださいね。これ、右側のリアね、こんな感じでね、ちょっとバネをね、上の方で、ね、絞ってね、押してね、効くようにしたいと思います。はい、これでね、もうちょっとしっかり押さえて、はい、こんな感じですね。ダンパーがついてないのでね、まあこれいいね、いい感じになってきました。ちょっとこっちが右側だけ締めときます。はい、こんな感じね。あ、いい感じね。はあ、そしたら右側ですね。右側のリア、リアも同じようにダンパーを一番伸ばした状態で、でバネを少しね効かせると、ある程度ね、やっぱりあのバネが聞いて、ダンパーが効いた方がいいのか、それともあの全く効かなくても車高を下げてねがいいのか分かりませんけども、まあ柔らかいですよね。これでもいいかな。まあでもね、あの車高を上げて、あのバネをね固めに固めるっていうかね、固くしておきたいと思いますので、難しいところではございます。これいろいろ調整できますんでね。あら、取れたな。いろいろトラブルはあるんですけどもね。あ、入った入った。よし。これで右とね同じぐらいね伸ばしておきます。大体同じぐらいね。同じぐらいバネを縮めておきます。はい、こんな感じでしょうかね。まあいい感じですね。ちょっとねロックナットをちょっと中に入れて、はい、こんな感じでございます。ちょっとバネが硬いかな。ちょっと硬いならまあいいでしょ。これぐらいでね、もうちょっと縮めようか。もうちょっと伸ばすか。はい、まだやな。左右均等にしたいんだが、こんな感じだね。はい、できました。
はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、バネの硬さ調整はね、上でできます。柔らかくしてもいいし硬くしてもいいし、ダンパーがね一番伸びきった状態になっております。はい、これで、ね、で車高を下げるんだったら、このね下の方をねどんどん増し締めしていって、こんな感じでね、中にチューブをね入れてね行けば増し締めできますし、その代わりバネがね硬くなります。押した状態になりますんでね、バネが硬くなりますんで、これ戻さないと、いっぱいまで戻してねやらないといけないが、今ちょっとバネがちょっと硬い状態で、もうちょっと柔らかくするかな、ちょっと硬すぎかなと思ったら、これをちょっと伸ばしてねやれば柔らかくなります。柔らかいでもいいな、最初は。あまり硬くしすぎたらねあれなんで、これでだいぶ柔らかくなりましたね。柔らかくなったけど、バネがねちょっと柔らかすぎて、下のダンパーがね、これもちょっと待ってね、これも難しいところです。こんな感じです。はい。ちょっとこれ隙間が空いてるんでね。いいでしょ。ロックナットなんでね、ネジが緩むということはないんでね。こんな感じで、妥協しましょう。はい。それではね、フロントバンパーに行きます。フロントバンパーはね、もう、フロントダンパーやな。フロントダンパーは、こんな感じになっておりまして、ピアノ線を巻きつけたような感じのやつになっておりますので、これをですね、調整するのは調整はできるかな、調整できないかな。ただここのロックナットを緩めればね、緩めればいいだけなんで、はい、こんな感じで緩めれば戻るはずなんだが、下もか、硬いね。緩まないね。緩みました。はい、これでね、緩めば、はい、こんな感じですね。ロックネットを緩めた状態でね、やらないといけないんで、これでダンパーがね、今ね、この下までね、下げてね、ここのね、ロックネット閉めたんですよね。閉めたらもう、戻りませんので、車高が下がった状態なんですが、今上がりましたね。上がったらね、またね、閉めてね、ここで固定しとけば、これ閉めたらね、ダンパーがもう全く効かないね。ですので、ちょっと緩めときましょう。はい、これで、ダンパーが効く状態ですね。はい、それでは、これでね、一番ね、上げた状態なんですが、これでボディをつけてみます。おかしいっちゃおかしいね。やっぱり車高を下げた方がねかっこよくなるんですが、
オフロードとかね、走らせる場合はね、もう上に上げないとね、暴れてしまうんでね、ダンパが効かないとね、暴れてしまうので、そこだけ注意してですね。ちょっと待ってね、なんか取れそうな感じがするんで、ある程度締めときます。はい、それではボディつけてみます。熱いな。熱い熱い。はい、この感じで熱々ですね。ボディつけたらね、ボディがね、かなりね、やっぱり浮きますよね。ただダンパーがすごくね効くんで、ですがかっこ悪いな、やっぱり。これでしばらく走らせてみましょうかね。そして少しずつね下げていこうかなと思いますが、よし、はい、もうボディつけておきましょう。はい、こんな感じになりますんでね、後ろがねかなりね浮いた状態になるんで、フロントがねフロントタイヤはね、隠れる、フロントタイヤは、ちょっと分かりませんけどもね、こんな感じで、後ろがものすごく浮いた感じになりますんで、はい、これでもう しばらくね、閉めて、保管しておきますが、こんな感じですね。まあタイヤはね、全然問題ないですけども、ボディに当たってませんけれども、ちょっとフロントがちょっと当たり気味かな。ちょっとね、ボディがよれてるんでね、これ、当たってますんでね、ギアを下げたらいいかと思いますが、フロントタイヤもちょっと、ボディに当たってますけどね、フロントはね、こんな感じになります。はい、一応やっぱりねやって、この状態でちょっと走らせてみてね、かなりねタイヤハウスが、タイヤとボディのね間がね間隔が空いてしまって、これかっこいいかかっこ悪いか分かりませんが、リアから見たらかっこいいんかな、こっちから見たらかっこ悪いよね。右側がもうかなりね空いておりまして、これがかっこ悪い。こんな感じでね車高を下げたらね、こんな感じになりますんでね。でリアがねまた浮いてきますのでね、ボディがね、リアはもうダンパーはもうちょっとね車高を下げて、リアだけね車高を下げてね、やってみようかと思います。リアはもう下げてもいいかなと思いますので、下げて、そしてダンパーが効く状態にしときましょうかね。うん、やっぱりね先日チューブを入れた状態がやっぱりいいと思いますので、いかがでございましょう。こんなにね浮いたらねおかしいのでね、これをダンパーを下げてこの感じでね、フロントもダンパー効いてるんで、フロントも下げた方がいいんですが、
どうでしょう。フロントも下げられるんですが、ダンパーが効かない状態で、走行性能はね、どうなるか分かりませんので、まあ、とりあえずこれでね、走らせてみましょう。ね。おかしければね、少しずつね、車高を下げていってね、行きますんで、いいと思います。はい、そんな感じで、今日はもうこれで終わりたいと思います。今日はね、ダンパーのね、調整方法をやっております。エンジンのね、クラッチのね、ダイニングを来てから走らせますので、走行はね、来週の火曜日ぐらいになると思います。お楽しみにされていてください。そんな感じでね、まあ、いろいろ、ちょっとまた、ランチャーストラトスをいろいろ見ていきたいと思います。ね。はい、それではご視聴ありがとうございました。この辺で、失礼します。ちょっとね、倉庫の中ね、暗いかもしれないんで、映ってないかもしれないですけども、こんな感じでライト、ちょっと明るいやつ、LED ライトをちょっとね、設定したいなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。この辺で失礼いたします。